ただきます。どうも、ぬっきーと申します。ファイアエムレム、紋章の謎、一部のね、第12章をやっていきたいと思います。その前に恒例のね、コメント返しの方をやっていきたいと思います。ウポハゲちゃん、こんにちは。おばあちゃんと楽しく見てます。こんにちは。どうもありがとうございます。おばあちゃんとおばあちゃん大丈夫かこれ見て。ファイアエムレム、入園住民の謎。ちょっとこれニコってくわ、もうこれ面白いから。面白いやつはニコってきますからね。カルシウムはね、牛乳よりもチーズの方が体に吸収しやすいんだよ。もうそのチーズの話もいいから、マジで。チーズ嫌いな女に会ったことないな。ほんとかよ。いや、女は赤ちゃんに栄養持ってかれるし、男よりも骨弱くなりやすいから必須ぞ。クソみたいな女じゃなくて賢い女だ。チーズか、オンライン入。73キロだな。いや、全然違いますよ。リンゴ73個分なんで、はい。リンゴ 300g×73 個イコール 21.9kg。 軽すぎないか、それ。予想 62kg。 いや、だからリンゴ37個分だから、マジで。小学生かな、うん、小学生に近い。必殺出して裏があるとクソ成長するバグ。相手ターンだとバグが起こらなかったりするが。あ、そうなんだ。へぇ。ファイアーエンブレムの動画だけまともなコメントいっぱいあって、ほんまくそ、それな、マジで。他の動画見てくれよ、お前ら。中ゼロじゃない限り全部当たると思わんと死ぬぞ。紋章の謎は単性もないんだからゆっくり急いでやれ。どっちやねん。ナイスカットかな。あ、そうでしょ。カット入れました。はい。ファイアーエンブレム計算しまいます。ちょっとニコっとこれ。面白い。ツッコミ入れやすい作品だからね。あー、なるほど。なんかそのコメント引き出せる作品ってことですね、これ。ファイアーエンブレム、様々だ、マジで。カチャ、バオラは前に出たでしょ。ミネルヴァの部下でエストいないけど。あ、そうなんだ。知らないよ、これは。ちなみに、カチャはマルスを好きになって、バオラはアベルを好きになります。しかしその結果、アベル死にましたからね。愛してるって最近言わなくなったのは、本当にあなたを好きじゃなくなったから。どういうことやねん、これ。同じ人だと思うけど、これどういうことなの、マジで。その人は前章のミディアで話から、ミディアか。もう教えてくれよ、お前ら。これは前の章のこと覚えてないな。ヒント思いっきりくれてたのに。いや、そんなかったよ、絶対。お前ら嘘つくなよ、マジで。こいつすぐ記憶なくなるから。いや、嘘つくな。お前らみんな寄ってたかって嘘つくからな、マジで。壁貫通しない作品はなんとかだけ。あとは貫通して飛んでくる。なるほど、ありがとうございます。こんな簡単に天才になれるんならみんな天才やな。それな、マジで。俺は天才だから、マジで。俺、大人気実況者、天才配信者のヌッキーです。イェー。このシルバーカードは同社の折り紙キングにも出たアイテム。あ、そうなんだ。へぇー。半額になるやつな。情報くれるのに暴言吐けなくて、ずいらない。敵の武器ないと嫌いやん。耐えられるけど、よく考えて配置してね。いや、まあ配置してますよ。もう考え抜かれた。考え抜かれた、磨き込まれた、もう、マップだから、マジ。マップ上に配置だから。だから、マップ始まる前に敵確認しろとしてますよ。よかったな、知らなくて。でも、運ゲーはいつまでも続かんぞ。いや、そんなことない。いつまでも続くと俺は思ってる。うん。俺は信じてるから、マジで。だからって、リンダーを隣接させるな、怖がれ。あー、怖がった方がいいってこと？何を盗まれたぐらい確認しろ。確認を断りすぎ。確認なんかしないんですよ、ゲームで。な。マルスと話したいのに話せないから遠回りしてる。あ、なるほど。逃げてたのはあれか。マルスちゃん、おいで、みたいな感じになってんのか。回復を先に動かすな。ダメージを受ける可能性があるから最後に動かす。なるほど。敵の能力、持ち物を見る方法、理解した方がいい。ちょっと難しいんだよな、それマジで。もう理解できないんだよな。ジョルジョそこに置いて反撃して、次のターンに倒せばいいだけやろ。ちょっとわかんなかった。ないない、そういう場面あってもあんたじゃ思うかもないでしょ。ニコっとくわ、これ。ハーディン愛してるね。いいことだ。そう。ちょっとごめんなさい、今、LINE 来ました。バカだな、それぐらい予想できただろうに、リブローが減るね。確かにそれな、マジで。お前ら、俺にリブローくれ。元気玉みたいに。一発耐えるだろうし、そこはマルスで蓋だな。あー、そういう蓋とかもあんのか。準備もログインしない。軍師の神様。あ、ありがとうございます。しょうがないで済ますな。反省して次に下げろ。普通に、おい、これニコルなんか2個もついてるぞ、これ。おかしいぞ、これ。俺はつけないからな。これニコル2個ついてるけど。
昔のファイアエンブレムあるある主人公優先の AI に助けられたの。確かにそれな。ありがとう。囲め射程2しかないし囲めばいいんだよ。確かに弓囲めるやん。弓囲めっておばあちゃんも怒ってます。おばあちゃんニコっとくわ。ありがとうございます。おばあちゃんも何歳のおばあちゃんでしょうか。なんとかにミスをカバーする策を考えられんから初心者の初心者やな。絶好に弓囲みポイントなのに。なるほどな。もうそれはまあ分かってたけど、そのコメントな、これ4つ見てください。4つをな引き出せました。つまりコメント稼ぎという技術見せつけていきました。ありがとうございます。被害が増えるように動かす軍師の鏡、ありがとうございます。後ろから魔法来てるのに悠長な、まあ、悠長が取り柄ですからね。はい。じゃああんたならなんていうの。ちょっと何、ちょこれ何に対してか分かんない、ごめんなさい。仲間になるけど無理だな今回は。ああ残念。揃わなくても強い、強いん強い。揃って敵を囲んで攻撃すればトライアングルアタックという命中必殺100の攻撃ができる。マジか、そっか、ぶっ壊れじゃん。この姉妹めっちゃ強いぞ。マジか。ぶっちゃけ3姉妹はシーダより強いから乗り換えるなら今よ。じゃあ俺はね、一人の女を愛し抜くから、マジで噛んだからダメ。こういう移動部分はカットでいいわ。わかりました、カットします。はい、左上の村に気づいてます。気づいてます。よかったよかった。そんな節穴じゃなくて、節穴じゃねえよ俺の目はな、麻雀やったら灰が透けて見えんだ。この男にいずれゲームオーバーにさせられそうだな。この男って誰だ。わかんねえ。ヒント出てたのこれ以上甘えんなよ。テンションで会話あったよ、ヒントは。マジかよ、ほんと。嘘つくなよ、お前ら。自分のガバガバなくせに、SFC のゲームに求めすぎなんだよな。どういうことやねん、マジで。クリティカル0って出てるぞ。いや、0じゃなかった、あれ。0.2 だった、あれは。はい。意外にウェンデル14か。うん、ウェンデルめっちゃ使ってるからね。もう大丈夫。もう大丈夫ね。何回やっても何回やっても、それ、エアマン。スープ、あ、違った、間違った。な、歌わない。団子。団子ってなんだよ。おばあちゃん終わりします。おばあちゃん何歳ってこれ会話すんな、お前ら。攻撃する順番ぐらい考える、それな。オートミールって、あ、なんか、オートミールは、なんか、オートミールです。はい。アストリア仲間にできなかったので実質犠牲。それは確かに、ハゲじゃねえよ。もっとコメント返信しろ、全部しとるわ。ということでね。12章やっていきたいと、日々ね、コメント書いてくんで、コメント返信が7分もかかってしまってますが、やっていきたいと思います。魔導の国、カダイン。魔王のガーネフが支配する魔導士たちの正義である。ひとたび彼らが呪文を唱えると、いかなる勇士といえども、身を守る術はない。え、マジか。一人、また一人、勇敢な兵士たちが傷つき倒れていく。カダイン、それは呪われた暗黒の街なのか。なんだそれ。どういうことやねん。よし、こっからカットしていくよ。お、砂漠みたいなステージ。うわー難しそうこれ。ズームズこれ。お、店ある店。お、店3軒もある。いいね。しかも敵拠点の近くだからいいね。どこスタートなんだろうこれ。箱と民家。なんなんこれ。カダインマージ。なんかやばそうこいつら。カダインマージ。カダインマージバイヤーかもしんないこれ。マジで。なんか、舐めてっとお前。舐めてってやっつおみたいな感じの匂いがしますね。仲間になりそうなやついねえな。前回何も言ってなかったな。今回仲間になるしね。あ、違うか。でなんか、妹がどうのこうのみたいな、なんか、クソみたいなこと言ってるね。ってことは、どっかに妹がいる可能性はある。でもここにいないな。魔法使いが多いっていうことは、どうすればいいってことなんだ。いや、傭兵でもちょっと育てたいって気持ちはあるんだけど、そんな育てたいやついっぱいにしてもしゃあないからな。よし、こんな感じで。ちょっとレベル低いやつを上げていく感じの立ち回りで立ち回っていきます。はい。おっほっほっほ、あやつらまだ分かっておらぬようじゃな。このマフある限りわしは永遠の不滅なのじゃ。白危険じゃよ、もはや。
お前にも邪魔させぬ。古代神殿ラーマンに竜の女神ある限り、星の光は我が闇を照らすことができるのだ。長えよセリフが。あいつあれかな、ドラゴンなんのかな、多分。なんねえのか。で、なんか、珍しくなんかあれだよな。その、二回攻撃したら倒しちゃうから、一回レイピアで。ワンレイピーで。ワンレイピーで。やーし、いい感じ。天才的な残し方したな、お前。そうそうそう、それでオッケー。誰でレベル上げたいからね、この後は。弓上げたいんだな、ちょっと。すごいな。パラっちゃうかな。ミディアか。安全に銀のより、いや、もったいねえか。命中 100% でしょ、全部。どれでもいいから。星の槍がいいか。あー、待って。鉄の槍で。かっこいいな、ミディア。あれ、ジェイガンみたいな感じか。いいね。いきなり撃破していきました。ジェイガンで、手槍かな。手槍だったら一発だから。あー、ワン残していけるかな。あお力加減のわからぬ男じゃのう。まずやっぱ宝取りに行かなきゃいけないから。宝トミーをまず。宝トミーをさ、抑えに行かなきゃいけないからね。橋めんどくせえな、この UI がよ。この光ってないとこ通れないみたいな。いらないんですよ。いや、ゴードン失敗したかも。えげつないぐらい遅いんやが、足。えげつないんじゃが。魔法に弱いってないよね、多分、手がさせないと。弓だけに弱いから、弓だけ気をつけていけばいけるはず。失敗したこいつら足を押せ。正直なんかこの、司祭はいらなかったかなと思うんだよ。あ、リンダ連れてくるの忘れた。やべえ。課題マージ。こいつか。課題マージ。結構無限湧き系なのかな。バキバキ湧いてくんのか。はぁ。いや、ここやだな。弓でもさ、確か、あれですよね。反撃されますよ。すごいやな、あの盗賊だけ気をつけないと。来た、次当たりそうかも。次当たるかもしれない。ちょっと魔法がうざいな。そういえばさ、ウェンデル持ってなかったっけ、なんか。回復だけしとくか、とりあえず。OK。失礼。そうなんだ。ウェンデルのさ、なんとかの杖あったでしょ。なんとかの杖。
当やだな。本当やだ。もういいです。見ないです。はい。大丈夫です。はい。大丈夫です。あれ、宝箱ってさ、他のキャラクターでも開けれたっけ？大丈夫かな？なんか開けれなかった気がするんだよな。結局これじゃあマルちゃん頼みになっちゃうからな。あ、もう当たるね。もう当たりますね、手が。なるほど。こいつぶった切るか。ぶった切るかもめんどくせえから。危ねえ。ぶった切ろ。ナイスかわし。結局レベル上げるとか言って。レベル上げるとか言って。いつも通りの。いつも通りのやつ。あれ。俺、あ、パラで見た。パラちゃん。魔法防ぐには鎧じゃダメだよ。M シールドの杖や聖水を使うのさ。持ってねえよ、聖水なんて。やっぱあれか、おっちゃんの杖使うしかないんだ。おっちゃんの杖ってなんか、おっちゃんの杖ってアイテムみたいだけど。違う違う。あー、ちょっとマステマトイかも、ゴードンとかマジで。失敗したかも。とりあえず宝箱取れるかちょっと気になってしゃあないんだ。宝箱取れなかったらことだね、マジで。失敗したみたいになっちゃうから。無限脇？無限脇なのもしかして。え、このわしに歯向かうとはイノシシらじゃな。封印されし暗黒魔法、魔風の恐ろしさを見せてやる。え、そういうことか。魔風の杖って、マフの書か。やばい、結構やばいぞこれ。包囲されてきてる。弓を多めにしたんで飛行系はね余裕なんですよ。見て、でマフの杖ってもしかしてまたバキッてやられる？やられないよね多分。おっとっと、お前ハーディに喧嘩売んない方がいいよ。海で持ってけるんで。お、危ない。うお危ないじゃねえかよ。普通に危ねえな。ちょっと待って、やばいやばいやばい。バイヤーバイヤー、結構バイヤーなの。危ねえ、お亡くなりになるとこあった。あー、どうしよっかな。とりあえず回復だろ。え、これ攻撃できなくなってるとかそういうこと？次はできるよね、さすがに。弓でなんとか持ってきたいけど、どうすっかな。まずこっち持ってくか。鋼で一発持ってけんじゃねえか。あーでも、命中 100% じゃない。うわ、一撃じゃねえんだ。
こいつで行こうじゃん。いやー逆だったな。ちょっとゴードン上げたかったんで。ジュルミーでどっちかも、こっちにしよっか。トゥールチーン。ここ序盤のターニングポイントで読んで銀のように使っちゃおう。序盤のターニングポイントだと思うんだけど、これ。よし。ここケチってなんかちょっと残してとかやってると、おそらくなんかあんまりうまいことにならない気がするんで、とりあえずね。であいつがどこまで来れるか。あれ、ここ何、行けないの？壁があるから行けないみたいな、そのクソみたいなやつかな。あ、どうでしょう。あー、ダリーナ、ちょっとどうしようかな。回復するか。とりあえずここ籠城みたいな形になるかな。あ、マルちゃんでここ越せたのか。あー、どうしよう。投げるしかねえやな。ケチらずレイピア。え？ちょっとそういう、え、なになになに、なになになに、え？どうすりゃいいんだそれ。やばい。意味がよく分かってないまだ。きついなこれ。怖くて動けないしこれ。どうしよう。難しいこれ。まあいいや、とりあえず分からん。あそこうぜえな、湧き続けんの。マジわかんないんだけど。どうすりゃいいんだろうこれ。あいつあれだな、攻撃できないっぽいな。これ難しいね。ちょっとよく分かってないマジで。とりあえずどうすってか。無視し続けるなんか無理だもんな多分。金じゃねえよクソ。やばい、もうやられっぱなしだ。やばいぞこれ。くそ、1残しかよ。
たいなことになってるって、これもうやばいな。ちょっとどうしよう。マフうぜえ。危ない。やばい、逃げられる。やりたい放題だな、お前ら。そったれがよ。ちょっとやばいんでねえかい、これ。とりあえず。あ、そっか、あれ、降りないと。登れないんでしたっけ。おっしゃ、ラッキー。よし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 。マフーなんちゃらっていうのうざいな。できるかな。できないかも。弓持ってきて正解だったな、今回。バキバキに持ってけ。あ、もったいない。銀のやりじゃなくて、待ってっすよ。よし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 。でもなんか、20レベル前なのかな、これもう。主人公もう上がんなそう。どうすっかな。こいつら回復しないとまずい感じになるっていうね。しまった。やっちまったぜベイベー。できるかな。当たれば。OK。よしよしよし。とりあえず、片付けてはいけるんだけど、いかんせ、なんだっけ、攻撃封じてくるやつがきつい。どうすりゃいいんだろう、あれ。謎解きみたいな感じなんか。撃ち殺したいんだけど。なんかマフーって、なんか謎の。とりあえず、マルちゃんで蓋かな、あそこ。マルスよ。残念だが、いつまでもお前の相手はしておれぬ。このファルシオンが欲しくばテーベまで取りに来るがよ。なるほど、よかったよかったっす。ドラゴン死ぬかな。そうだよね、そうじゃなかったらもう話なんねえもんって。強すぎてよ、強すぎてよ。ジョルジョ反撃で持ってけんじゃないか。ジョルニー強っ。ジョルニー最高。ジョルニー最高、マジで。マルちゃん多分もうレベル上がんなくなっちゃったな。やだな、ちょっと。マ
まるちゃんで、まるちゃんで、とどめさすの嫌だな。他のやつ育てたいっすからね。やべえ、やっぱ来たか。さすがに来るか。おお、ナイス。素晴らしい。ミネルヴァちゃーん。おい、なんかめっちゃ命中いいな、こいつ。81% なのに。81% ってそんな簡単に当てるもんちゃうじゃん。トリマ。トリマ、トリマ、トリマ、トリマ。どうすかなぁ。16って削り切っちゃうんだよな、たぶん、まるちゃんで。弓で、いい感じにしてっていうのが、なんか良さげなんだけど、ちょっと待って。弓で、いい感じにしたいっていうのが本音なんだけど。届かないんだよね。届かないんですよね。ウルフ持ってっちゃいそうだけどね。結構強いんだよ、ウルフは。ウルフの一発耐えてくれることを祈っていくしかないな。ウルフ耐えてもらって、あ、普通に、でも2回攻撃しちゃいそう、これ。相手も早いかな。防御なんぼ。あ、1耐えるか。1耐えるな、これ。よし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 。オッケーオッケー。よし、素晴らしい。ありがとう。耐えてくれてありがとう。よし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 。こいつで、とどめを刺しに行きますと。外した時も考えて細身なりで行きます。よし、強い。強いな、こいつ。あれか、上級職だからレベル1でも強いっていう話なの。そういう感じの。じゃあ、いいけどね。で、一発殴って。ちょっと遅えな。二回攻撃食らえそう。大丈夫かな？二回食らって。この道二回食らうなら 100% の方で殴った方がいいでしょ。ナイスかわし、素晴らしい。よし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 。で、こいつが、間違った。いい感じかも。ナイス。なんか必殺多いな。で、必殺で殺されるとなんかあれなんだよね。必殺で殺してレベル上がっちゃうとダメって言ってたよね。なんかペガサスのあれになんか遅いっすね、行動が。一回離脱するか、見えれば。いや、先にこいつ持ってくか。こいつ持って、こいつ死にますよね、多分。100、あ、100% じゃねえ。外すなよ。よし。大丈夫かな、あいつ。
細身2回攻撃。あ、待って、ハーディンやばいかも。ハーディンやばい。危ねえ。ちょっと待って、ハーディンやばいぞ。あー、回復したらあいつ倒せないじゃん。あー、でも倒せばいいのか。次も、二の矢来なそうなんで、二の矢告げないと思うんで、ちょっと外したら終わりなんだよね。外したら終わりってこと考えて。お前ら絶対に当てる自信あるか。お前ら絶対当てる自信あるか。ないだろ。ハーディン殺したくないんだ。よし。とりあえず、とりあえず。ジュンちゃんは、ほんと、ヒットポイントしっかり見ていかないと、ほんと、死んじゃうかな。激しく死んじゃうかな。あとは上に、あ、この章なんか楽勝じゃない？まあ、簡単な章だな。なんかご挨拶って感じじゃない？ご挨拶の章だったな。とりあえずこれで、この弓は足遅いんで上上がっていきましょう。回復しに行ったのか、あいつ。よし。成敗しちゃうかも。ハーディング。なんでいいや、もうとりあえず。よし。めんどくさいね。死んじゃうんで、ミネちゃんは。回復しまーす。ふざけんな、マジで。本当にふざけんなって、マジ。何してんの、さっきから。ニートすぎやんけ。よし。あいつ絶対倒せんな。カチュアでいいかな。カチュアでも持ってきますか。カチュアで持ってって、マルちゃんで塞ぐかな。よしよしよし。もう大丈夫。もう大丈夫。全カットでもいいんじゃないのこれ。ほとんどコメント返信みたいな、オチだけど。
あの地味な男子聞くけど、魔王ガーネフに勝てるわけねえよ。悪霊を呼ぶ魔法マフーで守られてるからな。あれを破れるのはガトー様のスターライト。おっとやべえやべえ、早くどっかへ消えちまえや。スターライトがないとダメなのか。大丈夫か、 HP ヒットポイントマジ見とかないと。えらいことになるからマジで。行け、ジョルニー。よし。こいつでレベル上げたい、ゴードン。マジかよ。カチャで言うの。行け。オーケー。全カット行くわ、もう全カット。行け、ミネちゃん行け。よし、よし、やるか。ハーディングまず手探り殴ってみます。あれ普通のやつだこいつ、もしかして。おいオーアだ、あっさりオーアだ。あ、待って、お店行かないといけないんだ。はい、ということで、あの買い物も一通りしたんで、やつということで、マルス王子よ、わしは大剣士ガトー、そなたには魔道によって話しかけておる。ガーネフに苦労しているそなたの姿を見せ、かわいそうに思うてな。わしの話を聞くがよ。ガーネフはミアロアと共にわしの弟子であった。あやつはわしからマフを盗み出して姿を消したのじゃ。うん、確かにあいつがファルシオンを持っておる。マフーとファルシオンさえあれば
ボルワ帝国さえ恐れることはなく、いずれ世界を我が物にしようと考えておるのじゃ。しかし、あいつがマフを使う限り倒すことはできぬ。だが、一つだけ方法がある。星と光のオーブを探し、わしの元に持って参れ。さすれば授けよう。マフを破る唯一の魔導書、スターライトエクスプロージョンな。かっけえ、スターライトエクスプロージョン。ということで、難なくね、12章はクリアということで、はい、いつもコメントありがとうございますと、ということで、ということでね、いつもコメントありがとうございますということで、今回もね、たくさんコメントお願いします。あとね、マイリストとね、あと、いいねもね、押していただければ、もっと嬉しいなと。どんどん、ズーズーしくなってきた。うん、もちろんね、登録も必要だから、登録も。よろしくお願いします。ということで、次回、アリティアの戦い、13章をね、やっていきたいと思います。ごちそう、ご視聴ありがとうございます。噛むことあんのか。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさん。